皆さん、こんにちは。きなイです。今回の動画は右腕、利き手ですね。利き腕の使い方のちょっとしたテクニックについてお話ししていきます。今回皆さんに紹介する方法は特別な技術は何もいりません。ちょっとした知識とコツ、それを覚えるだけで簡単に自分の玉筋に変化をつけることができます。特に 左に曲がる、右に曲がる。このような左右のミスで悩んでいる方は、そのようなミスを改善することができるかもしれません。ぜひ最後までご覧になってください。それではやっていきましょうか。今回皆さんに紹介する方法は、球筋に変化を加えることができる、そのようなテクニックになりますので、まず最初に一球僕がいつも通り普通に打って、その打球データを一つの基準としてお見せします。 ではデータの方を見ていきましょうか今8番アイアンで打っているんですけどもかなり飛距離的には甘めに出てしまっているんですが距離がキャリーで185ヤードトータルの飛距離が197ヤードですね緩やかなドローで中央に対して4.9ヤード右に着弾しています今回皆さんに紹介する方法は 利き腕を上手に使うことによって、この曲がり幅、それのコントロール、そして場合によっては曲がる方向ですね、これを変えていくような内容になっていきますので、この右に4.9ヤード曲がっているということを一つの基準として覚えておいてください。では早速今回紹介する、右腕、利き手の使い方、そのテクニックをお話ししていきます。 今回紹介するテクニックはアドレスにあります。今からするお話は皆さんよくご存知だと思いますが、通常普通にゴルフクラブを構えた時に左腕が上、右手が下。このような関係性になることから、普通に構えてしまうとちょっと大げさにやりますね。普通に構えてしまうとこのように右肩が前に出やすいですよね。このような形になりやすいです。 こうならないために、クラブを握るときに、両方ともこのように左右から握るのではなくて、左腕は横から握る。右腕は下から握る。このようにすることによって、右手の肘の向きを下にして、伸びてしまっている腕を引っ込めることによって、肩のラインをまっすぐにする。 このように構えていきますよね。今回紹介する方法というのは、この右手の曲げ具合、これを意識的に変えていく、そのようなテクニックです。今お話しした通りに、右肘を曲げれば曲げるほど、肩のラインは飛び出た状態からへっこんでいって、後ろから見た時に、クローズになっていきます。 もともと飛び出ていた右肩を肘を曲げることによってまっすぐにしてそこからさらに曲げていくとこのようにクローズになってきますよねそれプラス右肘をより体に近づけるように曲げていくと背骨の角度に注目してもらいたいんですが背骨はまっすぐな状態からこのように右に倒れていきます 右肘をたたむことによって肩のラインをクローズにする背骨を右に倒すこのような効果があるんですねつまりこれはどういうことかというとクラブはクローズになって背骨が傾くとよりクラブが低いところからインサイドに入りやすくなるということです逆に 左に倒してみると分かりやすいですね。クラブは上から外から入りやすいですよね。その逆の状態です。つまりここで何を言いたいかというと、クラブが低いところからインサイドに入ってくるということは、クラブが外から入ってしまうようなスライサーの方その動きがアドレスによって改善される可能性があるということですね。 つまり、ボールを捕まえる要素を作ることができるということです。この状態で1球、ボールを打っていきます。これが通常の僕の構えですね。ここから右肘をさらに曲げて、このような形でボールを打っていきます。 では実際データ見ていきましょうか。<laughs> 飛距離的には先ほどとほとんど変わらないですね。甘めに出てしまっているんですが、キャリー185ヤード、トータルの飛距離が197ヤード。ですが、先ほどは右に4.9ヤード外してしまったんですが、 今回それとも逆の状態ですね。捕まりすぎてしまって、左に8.3ヤード曲がるような玉筋になってしまっているんですね。打ち方のイメージは変えていません。右肘の角度、これをコントロールしたことによって、よりフック系の回転がかかりやすい、そのような形を作ることができたんですね。つまり、ということは、 右肘を曲げて体に近づければ近づけるほどフック系の要素になるということは今度逆の状態右肘を伸ばせば伸ばすほど今度は逆にスライス系の要素になるということですね。ですので極端なチーピンそしてフックそのような症状で悩んでいる方は右肘を曲げるのではなくて少し伸ばすような形。 そのようにしていくと今の症状が少し緩和される可能性がありますね実際にそのような状態でボールを打っていきますこれが通常の僕のアドレスですここから右肘を曲がっている状態から伸ばしていって少し右肩が前に出ているような状態少し違和感があるんですけどこの状態でボールを打っていきます ではデータ見ていきましょうか思っている球筋の変化があってちょっとびっくりしてるんですけどもキャリーで179ヤードトータルの飛距離が192ヤード飛距離はそれほど変わってないですねですが球筋が僕は基本的にフッカーでドロー系なんですけども逆のスライス系の球筋になってますよね右に、 えー、13.9ヤードスライス系の回転で飛び出ていっているという風うな感じになってますね肩のラインが少しオープンになって若干クラブが外から入ったことによってこのような球筋それを作ることができましたねもちろん球筋を根本的に改善していくためにはスイングを正しい方向に 作っていくことが望ましいんですが、例えば、ラウンド中にもっと曲げたい、もっと逆に曲げたい、そのようなシチュエーションであったりとか、今日はどうしてもスライスがきつい、フックがきつい、そのような症状を緩和させていくための応急的な処置として、今回紹介した右肘のこの使い方、それを覚えておくことができれば、 そのような時に利用できるかもしれませんね。まずは打ちっぱなしなど練習を行った時に、右肘をどのように扱ったら自分の玉筋に変化を加えることができるのか、試してみていただけるといいかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。ご質問ご不明な点はコメント欄までお願いします。それではどうもありがとうございました。